これからまた変わっていくんじゃないですか、バイデン政権になってから。うん、そうだね。そのどういうふうに移民法というか、どういうふうに扱っていくのか。で今までなって、まあ、それはもちろん政府も分かってるわけで、移民がいっぱいいるっていうのは、不法で働いてるイリガルが多いっていうのは、でもある程度見て見ぬふりをして、まあ、経済を回してるわけだから、でこれでしっかりやっぱり法律決めてこっちはダメとかするのか、しいしのか、まあ、したらしたら経済回らなくなるからね、それはないとは思うけど、ちょっと厳しくするとか、罰則があるとか、そういうのは決めていくかもしれない。なんかある程度そのなんか、はい、はい、いいっすよ。日本の人は、まあ、俺らは一応その州からもらってるから、なんとか生きていけてる、家賃も払ってるし、電気代も払えるわけやから、でも日本の人でそんなんは日本で手当て与えてへん、なんかちょっと給付金で10万円渡したら渡してへんからぐらいの感じで、ああそうですね、できてんのかっていうのはそっちの方が心配だ。一応なんか働いてる人は結局雇用調整助成金って言って、なんかそういうその働けなくなってもその国から給料が出るようなシステムにはなってるんですよ。あ、なってるんや、ある程度もらえるよ。でなってるけど、その雇用調整、助成金も結局日本もなんかそういう微妙なイリーガルなところで働いてる人って結構、特に飲食店とか多いんですよ。中国人とか韓国人とか、いや普通日本人で、いわゆる雇用保険を払ってない人たちとか、もうそういう人たちはほとんどなんですよ。で結局僕の友達もバーで働いてた友達がいて、で結局そいつも雇用保険入ってなかったんですよ。だからまあ、いわゆる働いちゃいけないイリーガルな人たちではあるんですよ。で結局その人たちが結局もらえないって言い出して、でそれでどうすんだどうすんだっていうことになって、なんか10万円給付だの、いろいろ他の手当てだのとか、なんかそういう感じでやる。10万円ぐらいもらったってどうにもならへんよね。どうにもならんすよ、本当に。ほんまに、いやだって俺なんか10万もらったって家賃も払えへんの。そうっすよね、ニューヨークで家賃なんか高いのに。何が削減できたら、じゃあ交通費を使わへんくていいぐらいや。そうっすよね。あれどうしてんのかな。俺の日本にいる友達でも自分でお店やってる人いるけど、大丈夫かなって心配になるの、自分でお店やってるのはかなりきついっすよ。そうなんや。結局僕も結局ライブハウスとかで、僕は7年前ぐらいに結局独立したんですよ。自分で会社を持つようになったんですよ。だからそこに対しては何の保証もないっすもんね。あ、そうか。じゃあ独立して一人の人は結構厳しい、ね。そうそうです。そうだね。だから僕も前まではライブハウスで雇われてた身だったんですよ。ライブハウスから給料もらう感じ。そう。だけどライブハウスから独立してライブハウスから下請けで仕事をもらって自分で完結させるようなスタイルを持って。やってるんで、なかなか厳しいっちゃ厳しいっすね。で一時期4月ぐらいに持続化給付金っていうその経営者向けの給付金が、法人だと200万円、個人事業主だと100万円っていうのが、出たんですよ。ただそれだけぐらいですね。じゃあちっちゃい個人でやってるところはもう全然そういう給付金みたいなのはないっていう。そうですね、もうその100万とかその当たるぐらい、
だからなんかそれ、あのそれで、あの自分なんかお店持ってたら家賃とか払わないといけないので、うん、それで、うん、だから倒産件数はかなり増えてます、ね。だから大企業とかはちゃんとしっかりしてたけど、中小企業とかもちっちゃいところなんか余計こう下がになればなるほどちょっと厳しいよみたいな。そうです。で、あの最初はそうだったんですよ。で、うん、ここでもそう、なんか日本の微妙な法律で大企業にはもう鼻から補助金は、うん、あの配りませんようになってるんですよ。うんうん。だから大企業も厳しいんですよ。あ、大企業が厳しいんだ。そうです。あの今どっちかって言ったら大企業の方が厳しいですね。あそうなんだ。あの結局個人とかでやってる人たちはもう結局もうこんなに頭の回転が早い人はすぐ別の、うん、こうなんかあのものに取り掛かって、うん、もうなんか飲食店やってたけど儲かんないからあの別の、うん、なんかお弁当屋さんしたりとか、うん、なんか、ま、あの全く別の、あの仕事にできるようなことに、うん、あのいろいろ切り替われることができるからまだそうか、うん、いけるかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとフットワーク軽くしてそうす、まあ、ちょっとやり方変えるみたいな、ね、うん、大きいとこだとなかなかそういうの簡単にはできへんし、そうです、難しい、その分、はい、人も大量に雇ってるんで、そうね、人数も多いし、うん、はい、そうだね。酒の一滴は血の一滴。